ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルでは、アジアを中心に世界の鉄道について解説しているぜ。そういえば、コロナの影響もあって日本では車内販売のある列車が随分減ってしまったね。車内でおやつを買いたい人も多いはずなのに、残念だな。世界には車内販売が異常に充実していて食堂車で熱々の方が食べられる国もあるんだぜ。え、そんな国があるの？その国では現在でも寝台列車がバリバリ現役、なんなら普通の座席車両よりも優勢なのだ。というわけで今回は、ベトナムの鉄道について解説するぜ。本編スタート。日本から比較的近い東南アジアの国であるベトナム、一定以上の世代にとっては戦争のイメージが強い国だが、2000年代以降は東南アジアの中でもひときわ急速な経済成長を続けているぜ。東南アジア諸国の中でも勢いのある国なのね。ベトナムの国土は南北に細長く、首都ハノイとホーチミン市が北部、南部を代表する二大都市だぜ。都市部の発展は目を見張るものがあるね。ここからはベトナムの鉄道事情について見ていこう。ベトナムは社会主義体制の国であり、鉄道は国営企業のベトナム鉄道公社によって運営されている。総延長は約2600キロ。ハノイ、ホーチミン市の二大都市を結ぶ南北幹線に加え、ハノイを中心とした北部の路線網がある。国鉄の路線網に加え、ハノイ都心ではつい最近高架の都市鉄道が開業したぜ。ハノイ都市鉄道についてはこちらの動画を見てみてね。ベトナムの鉄道の大きな特徴の一つが、国内に2種類の機関が存在するという点だ。ほとんどの路線は機関線ミリのメーターゲージだが、北部のハロン方面や中国国境方面に伸びる鈍断線は1435ミリの標準機とメーターゲージ両方に対応した3線機場だ。2種類の機関が存在するのは、フランス植民地時代に選択された機関がメーターゲージであり、ベトナム戦争中に中国から北ベトナムに物資を輸送しやすいよう北部の路線を中国と同じ標準機に改修したためだ。その後中国の侵略によって両国の関係は悪化したが、標準機の路線は残されたぜ。2種類の機関と3線機場が存在する国といえば、ベトナムの他にはバングラデシュが有名だね。ベトナムの鉄道は全線が非電化だ。また、南北の幹線を含め、ほとんどの区間が単線。そのため、列車の運行本数は少なく高速化も進んでいないぜ。ベトナムは人口が多い国だけど、鉄道は旅客輸送の主役になりきれていない印象だね。ここからは各路線について見ていこう。南北幹線は二大都市ハノイ、ホーチミン市を結ぶベトナムの大動脈だ。ハノイ、ホーチミン市の他にもビン、フエ、ダナン、ニャチャンといったベトナム有数の大都市や観光地を結ぶ、かつて分断されていた北部と南部を結ぶことから統一鉄道の愛称もある。ちなみに、ベトナム南北統一時に南ベトナムの首都であったサイゴンの公式名称はホーチミン市に改称されたのだが、ベトナム国鉄の駅はサイゴン駅のままだぜ。ハノイ、サイゴン間の路線距離は1700キロ。日本の鉄道に例えると大阪から札幌までの距離に相当するぜ。大阪札幌間、乗り通すと何時間かかるのかな？ハノイ、サイゴン間では各方面1日4から5本の列車が運行されている。さらに、ハノイ、ビン間に区間列車が設定されている。所要時間は停車駅が少なく最速達の SE1 列車で約32時間、停車駅の多い SE7 列車では約36時間かかるぜ。乗り通すと同じ列車で2泊することになるのね。路線距離が長い分見どころも多い。中部のフエ、ダナン間の交通の難所、ハイバン峠はベトナム屈指の絶景として有名だぜ。主要都市を結んでいるだけでなく雄大な自然の風景も楽しめるんだね。南北線の客車列車は10両程度の客車を連結しているが、ほとんどが寝台車だ。日中の区間利用も多いはずだが座席の車両は1両しか繋いでいないぜ。日中に移動する乗客は寝ないのに寝台車に乗ることになるね。ちなみに、ベトナムでは近年 LCC が複数参入して飛行機の便数が充実してきており、ハノイ、ダナン、サイゴン間など長距離の大都市間では所要時間でも価格でも空路が優位だぜ。空港のない都市間の利用や観光利用なら鉄道を使う価値があるけど、ハノイ、ダナン、サイゴン間などを移動するだけなら空路一択だね。ハノイハイフォン線はハノイと港湾都市ハイフォンを結ぶ、約100キロのメーターゲージの路線だ。首都とベトナム第三の規模の都市であるハイフォンを結ぶこの路線は南北線に次いで列車本数が多い。ハノイ、ハイフォン間の旅客列車は1日に4往復。
各駅停車タイプが3往復、速達タイプ1往復が運行されている。各駅停車タイプはハノイの一駅手前のロンビエン駅止まりであり、速達タイプはハノイ駅まで乗り入れる。ただし、土日祝日は全列車がハノイまで乗り入れるほか、日曜のみ速達タイプの列車が1往復追加で運行されるぜ。需要が大きそうな路線なのに本数が少ないね。その分、列車は客車18両をつなげた長大編成で運行されているぜ。すごい両数だね。ハノイからハイフォンまでの所要時間は2時間半程度のため寝台車は連結されておらず座席車のみだぜ。ハノイ、ラオカイ線はハノイから北西に伸びるメーターゲージ路線だ。終点のラオカイは中国、雲南省との国境の町。この路線はフランスが当時植民地であったベトナムから中国への進出を目的に建設した路線であり、線路は中国雲南省の昆明まで伸びている。ただし、中国国内のメーターゲージは標準機の新路線建設によりほぼ運行を終了しており、国境を越える列車は運行されていないぜ。ハノイ、ラオカイ間の列車は1日1往復の夜行列車しかない。ラオカイの近くには高地の避暑地として有名なサパがあり、サパのリゾートホテルの宿泊客専用の豪華な客車も連結されているぜ。ベトナムにも観光列車があるんだね。ハノイ、ドンダン線はハノイから北東方向の中国国境まで伸びる路線だ。これまで紹介した路線は全てメーターゲージだったが、この路線はほとんどの区間がメーターゲージと標準機の3線機上だ。終点のドンダンで中国鉄路の路線と接続しており、ラオカイと違って国境を越える直通列車も運行される。かつてはハノイ、ドンダン間の国内列車、並びに国境を越えて広西チワン族自治区南寧に向かう国際列車が運行されていたが、現在、コロナの影響でどちらも運行停止中である。国際列車は深夜に国境を越える夜行列車であり、中国側の標準機の客車で運行されていたぜ。今後の運行再開に期待だね。ケプ、海岸線はハノイ、ドンダン線から分岐する3線機上の路線だ。石灰岩の美しい景観で有名なハロンを通るぜ。人気の観光地に向かう路線なら需要がありそうだね。ハノイ、ハロンを結ぶ列車が運行されているが路線は遠回りで所要時間が長いため、観光アクセスには全く利用されていないのが現状だ。本数は1日1本のみ。非常に古い客車で運行されるローカル列車である。しかも、時刻表には表示されておらず、現在は運行されていないと思われるぜ。細々と運行されている路線のようだけど、コロナ後の運行再開はあるのかな？他にもいくつかのローカル線が存在するが、ほとんど列車が運行されていないのが現状のようだ。ベトナムでは鉄道の運行範囲は縮小傾向にあるようだぜ。ここからはベトナムの鉄道車両を見ていこう。ベトナムの鉄道は非電化であり、ディーゼル機関車が牽引する客車列車が運行されている。また、2種類の機関が存在するためそれぞれ異なる形式が使用されている。まずはメーターゲージの機関車を紹介していくぜ。D19E は現在のベトナムの主力機だ。南北線やハイフォン線で運行され客車列車も貨物列車も担当する。特にハノイ、サイゴン間の列車は主にこの形式が牽引するぜ。D19E は中国製。2003年から2012年にかけて80機が製造された。初期型と後期型で外見が大きく異なるぜ。まるで別の形式のようだね。ベトナムの改革開放政策のスローガンに由来するドイモイ号の愛称があり、初期型の一部車両にはドイモイと書かれているぜ。D20E は2006年から2007年に16機が導入されたシーメンス製の機関車だ。シーメンス製のディーゼル機関車、ユーロランナーのメーターゲージ版であり、アジアランナーの愛称を持つ、中部地区に配備されており、主に貨物列車を担当する。ハノイやホーチミン市周辺では見かけない車両だぜ。欧州製の車両も走っているんだね。D18E、ベルギー、コッカリル製のエンドキャブ型機関車だ。1983年に16両が製造された、主に中部地区の貨物列車を牽引するぜ。D12E はチェコスロバキアの CKD 製のエンドキャブ機関車だ。1980年代に40両が製造され、南北線の貨物列車やラオカイ線の旅客列車など幅広い列車を牽引する。D10H、中国から購入した中古車両だ。ハイフォン線などで使用される。もともと中国国内のメーターゲージ路線、コンガ線のドンファンホン21型だぜ。中古車両も走っているんだね。ベトナムには中古車両の導入事例がいくつかあり、かつては韓国のソウルメトロ2号線の車両がドンダン線で客車として使用されていたこともあった。この形式の機関車はベトナムの他にもミャンマーへも譲渡されているぜ。次は標準機の機関車を紹介する。D19ER は D19E の標準機版だ。中国製で2006年に6機製造された。車体には遊戯と書かれている。ベトナム、中国間の国際列車を担当することも多い機関車だぜ。ベトナムと中国の関係は必ずしも友好的ではないけど、鉄道に関してはかなり関係が深いようだね。D14E は1世代前の標準機用機関車。
片方だけに流線型の運転台がある独特な外見の機関車だ。ハロン方面などで運行されているぜ。次は客車についての解説だ。ベトナムには新旧様々なタイプの客車が存在する。中国製が多いが、インド製もある。なんと、コロナ禍以前にはハロン線で元南満州鉄道の客車が使用されていたぜ。南満州鉄道、戦前の車両もあるんだね。とはいえ、主力路線である南北線、ハイフォン線の客車はほとんどが冷房付きの比較的新しい車両だ。客車の塗装は白を基調としたものと青と赤のものがある。最近は白系塗装への変更が進んでいるようだ。中国の鉄道で一昔前に見られた快速色に似ているね。ベトナムの旅客鉄道はハノイ、サイゴンの日車があり、客車はどちらの所有かわかるようになっている。車体にロゴが貼ってあったり、車体下部に大きな文字で車名が書かれていたりする。両支社にまたがって運行されるハノイ、サイゴン間の列車はハノイ支社車両の編成とサイゴン支社車両の編成があるぜ。東海道山陽新幹線の JR 東海と西日本の関係みたいだね。座席車には木製ベンチのハードシート車とリクライニング付き座席のソフトシート車、寝台車には3段ベッド6人個室のハードスリーパー車両と2段ベッド4人個室のソフトスリーパー車両があるぜ。ハードとソフト、直接的な名前だね。座席、寝台を硬さで分類したネーミングは中国の鉄道と同じだ。寝台の配置だけでなく、各車両の端にトイレと洗面台、湯沸かし器を備えた車体構造も中国の客車とそっくりだぜ。珍しいものでは2階建て客車も存在する。かつてサイゴン周辺で使用されていたが、現在運行されているかは不明だぜ。日本のグリーン車に似ているね。旅客列車には座席や寝台の客車の他にも、食堂車や郵便車、荷物車や乗務員用車両が連結されている。また、ベトナムでは貨物列車も多数運行されている。茶色や緑の有害客車が多いぜ。ここからはベトナムの鉄道の乗り方について解説しよう。まずは切符の買い方。ベトナムの列車は座席指定が必要だ。先ほどまで見てきたようにベトナムの列車は運行本数が非常に少ないため、人気の区間は満席になってしまうことが多い。チケットはネットで事前に購入しておくのが安心だ。ベトナム国鉄の公式サイトでも購入できるが決済方法が限られるため、多少の手数料はかかるが旅行代理店を利用することになるだろう。ウプ主はバオラウというサイトを利用した。日本語にも対応しており使いやすいぜ。ベトナムの列車を日本語のサイトで予約できるとは、便利な時代だね。購入後、メールで送られてくる QR コードがチケットとなる。ホーム内に入るには QR コードの提示が必要だ。駅の窓口で購入した場合も同様の QR コードが印刷されたレシート上のチケットが発券される。ちなみに、ハイフォン線では満席の場合補助椅子のチケットが販売される。このチケットでは、デッキなどに並べたプラスチックの椅子に座ることになるぜ。立ち乗りよりはマシだけどできれば避けたいね。ここでベトナムの旅客サービスについて紹介しよう。まずは座席。現在、南北線やハイフォン線で運行される列車の座席は冷房付き、リクライニングありのソフトシートしかない。客車の種類は多いため座席には様々なタイプがあるが、どれも4列の集団向かい合わせの座席配列だぜ。革張りのシートなんだね。寝台にはソフトスリーパーとハードスリーパーがあり、それぞれ3段ベッドの6人個室、2段ベッドの4人個室だ。ネーミングとは裏腹にハードスリーパーもちゃんとマットレスが敷かれているのだが、ハードスリーパーは1人当たりのスペースが狭いのが難点だ。ベトナムの客車は狭気車両にしてはかなり天井が高いが、それでも3段ベッドでは窮屈に感じる。ただし、窮屈さ以外の車両設備については大きな差がない。近年のベトナムの寝台車はハード、ソフトともに比較的新しい車両が多く、長時間の乗車でも快適に過ごせる。冷房も完備されており、寒すぎることもあるので乗車の際には上着が必須だぜ。ちなみに、南北線では主に外国人向けにハイクオリティなサービスを売りにした寝台客車も連結されているのだが、料金がソフトスリーパーの2倍近くかかるにもかかわらず使用車両や車内設備はソフトスリーパーと全く同じで、車内の装飾や軽食のサービスが追加されているだけというケースが多いためあまり評判が良くないぜ。2倍の料金で基本的な車内設備がほとんど同じというのは辛いね。列車での旅行の醍醐味の一つが車内で楽しめるグルメだ。ベトナムの列車には食堂車がついており、熱々の食事を楽しめる。南北線の列車では朝食に出来たてのフォーが食べられるぜ。車内で本格的なフォーが食べられるのは世界広しといえどベトナムだけだね。車内販売の軽食もベトナムならではのメニューがある。バイン、ゾウは米粉と豚肉をバナナの葉で包んで蒸したちまきのような食べ物だ。ゼリー状の米粉でできた生地にひき肉が包まれており、ハムやチリソースと合わせて食べる。プルプルの食感が楽しいぜ。初めて見る食べ物だけど美味しそうだね。飲み物も、ビールやベトナムコーヒー、ゼリーのデザートなど種類豊富だ。
車内販売カートには他にもベトナムならではのスナックがどっさり積み込まれているぜ。ベトナムの列車グルメは種類豊富だね。旅客サービスの他にもベトナムならではのサービスがある。ハイフォン線では旅客列車に連結された荷物車にバイクを積み込み、バイクと一緒に目的地に向かうことができるのだ。ハイフォン線の駅ではバイクに乗ってホームを走行する乗客の姿を見ることができるぜ。バイク社会のベトナムならではの光景だね。経済成長が著しい東南アジア一勢いのある国にありながらのんびりとした雰囲気が残るベトナムの鉄道。ベトナムは日本からの直行便が多く比較的行きやすいので、コロナ後の海外旅行でぜひ乗りに行ってほしいぜ。快適で旅情たっぷりの寝台列車は魅力的だね。ご意見ご感想をお待ちしております。チャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。